こんばんは。今日はオンラインお話し会ありがとうございました。ただいま、こんばんは。やっほー。こんばんは。ありがとう、みんな。こんばんはってコメント。ゼータン、ありがとう。スタンプありがとう。福ちゃんお疲れ。ゆうたくんお断りです。じつさん、かわいい、ありがとう。福ちゃん、ロスグルピアドルさん、だるま、ありがとう。福ちゃん、タコもありがとう。ゆうたくん投げ中してお断りです。テキサスのロンスターさん、花束。稲垣貴大さん、ラブレター。ダーソクさん、タコありがとう。和也さんお疲れ。陣内さんお疲れと、ありがとう。スタンプありがとう。こちらこそありがとう。ジツさん、タコ、カードリさん、アオイさん、ハート、 NT さん、アオイさん、ダルマ、トールさん、ありがとう。スタンプありがとう。シーツさんお疲れ。大吉さん、ありがとう。スタンプありがとう。アブテツさん、お断りです。コナンさん、ダルマ、モリモリさん、マクールさん、ダルマ、サワッチョさん、ありがとう。スタンプありがとう。ケイティさん、ハートありがとう。おみかんさん、お疲れ。ヒーローさん、お断りです。広瀬光一さん、スカイファイルさん、だるま、ありがとう。カエルピョコピョコもピョコピョコさん、ヒーローさん、ハートありがとう。みつるん、かわいい、ありがとう。かいでさん、ありがとう。スタンプありがとう。おみかんさん、ありがとう。スタンプありがとう。みふねさん、としさん、かいちゃん、しゅんぼうさん、ハートありがとう。ひろし BKK さん、ありがとう。スタンプありがとう。こちらこそ。石川先輩、お断りです。クロさん、お疲れ、ありがとう。コウさん、ワウワウさん、ハート、ヨシカズさん、だるま、真空剣さん、コウさん、だるま、アルテミスさん、スタメンさん、だるま、ありがとう。みふねさん、かわいい、ありがとう。ジッツーさん、レインボースター、あやとくん、お疲れ。かずやさん、ありがとう。スタンプ、ふくちゃん、アイス、5333、ハート、ありがとう。よしーさん、じんだいさん、石川先輩、あきつきさん、ぽんさん、れんねさん、じんだいさん、かえでさん、まるひのさん、ねろけんさん、まおさん、なかじいさん、ありがとう。ぜーたん、かわいい、ありがとう。わうわうさん、お疲れ。しんいちさん、ありがとう。スタンプ、こちらこそありがとう。しちのこさん、お疲れ。ゼータン、レインボースター。こうじさん、だるま、ありがとう。ハートもありがとう。通勤急行通過駅さん、ハートありがとう。さんちゃんだよ、ハート。石川先輩、ひなさん、だるま、ありがとう。かいちゃん、ハートギフト。しおなさん、かわいい、ありがとう。くろさん、ハート。大吉さん、ハートありがとう。ごっちゃん、ハート。やまさん、ハートありがとう。ありがとう。アルテミスさん、クロさん、しんいちさん、鈴木さん、トイさん、浜松の IH さん、よしひろさん、テトリス5さん、タドイヌ46さん、ありがとう。マリオ2さん、花束、翼欲しいさん、かわいい、ありがとう。ベニちゃん、だるま、スカイファイルさん、タコ、めっちゃきのこさん、かわいい、ありがとう。トキさん、ジーツーさん、極楽さん、鴨志田さん、ありがとう。北斗の高さん、だるま、こうさん、あげ、さわっちょさん、だるま、ありがとう。かめさん、ありがとう。スタンプありがとう。こうさん、お断りです。8333、ハト、そらそらかさん、だるま、ジーツーさん、だるま、しんいちさん、お断りです。大地さん、白熊さん、エルさん、ハート、ひろっちさん、だるま、のぶさん、だるま、ハート、ありがとう。うらべさん、だるま、パパパンダさん、ごんべんさん、マリオ2さん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。なおきーさん、ハート、ありがとうございます。ポストさん、ちつさん、ありがとう。もちはださん、お疲れ、ありがとう。タッチ、だるま、ありがとう。こんばんは。今日は可愛い服でした。見えるかな。今日オンラインじゃあんま伝わんなかったけど、結構モコモコの袖の、モコモコ袖の服を着てました。ありがとうございました。ケンケン、ハート。スカイファイルさん、ハート。オリちゃん、だるま、ありがとう。
リルルさん、そらすやかさん、かどりさん、ありがとう。おみかんさん、かわいい、ありがとう。パパパンダさん、かわいい、ありがとう。モーゼルさん、だるま、こうさん、ハート、ありがとう。こんばんは。今日はうさぎだったんですよ。うさぎだったんですね。だからこれのこのうさぎに合わせてこのモコモコを買ったんですけど、オンラインってこんな感じでさ、今見てもさ、なんかあんまモコモコ感わかんないじゃん、言われなかったら。こうやって見たらわかるけど、こうやってさ、あんま気づかれなかったです、モコモコで。アイスの番組やってるってパセリあの根で見て知らなかった。でもリモコンを取りに行く元気はない。5歩ぐらいでつくけど、あそこにあるけど、こうやってさとかしたら、こうやってここに来てほしい。キャッチするから飛んできてほしい。中田田さん、はっちゃん、ハートありがとう。ありがとう。陣内さん、かわいい、ありがとう。パパンダさん、似合う、ありがとう。佐藤健さん、かわいい。中田さん、似合う、ありがとう。しゅんさん、ハート、ありがとう。スリザルさん、ハート。ジツーさん、ファイト。ゼータン、ハート。レフトさん、お疲れ。ご主人様、お断りです。かいちゃん、ハート、ありがとう。翔太さん、ナオトさん、ハート。一輝さん、だるま。カンドリさん、だるま。スケモンさん、バラ。 GTO さん、ハート。ケン・カープさん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。タツさん、ナルシさん、ミシアン、北斗のタカさん、イエーケーさん、キングタツさん、エジリン、かわいい、ありがとう。ありがとう。そう、人参もありました。人参とうさぎとパセリでお送りしましたよ、今日の話し会は。テレビアイスやってるの見たいかも。話に夢中でパセリの服見てなかった。嬉しい。嬉しいかも。どっちでも嬉しい。でもパセリに夢中で話聞いてなかった、いやそれちょっと嫌だな。話聞けよってなるかも。それはやっぱ話に夢中が嬉しいか、それだけ話したいことがあったってことか。嬉しい、ありがとう、来てくれてありがとうございます。安田マットさん、だるま。西安、だるま、ありがとう。パルムやってんの見たい。リモコン全然こっち来ないや。 T シャツ2つ買いました。ありがとうございます、嬉しい。一つはピースさんに渡します。まさかの手元に、一ファンの公式グッズが推しの手元に、なんということでしょう。恥ずかしい。亀さん、タコ、ありがとう。ミッシーハート。イモケンピさん、タッチ、だるま。しんいちさん、だるま。まもるさん、だるまとハート。ミキヤくん、ありがとうスタンプ。こちらこそありがとう。ヒロさん、タコ、ありがとう。ありがとう。ビディマさん、ダルマ。おみかんさん、タコ、ありがとう。タコ。チョコモナカンジャンボもう出ました。鳥じゃないの。ちょっと待って、持ってくるね。じゃあちょっと可愛くして止めよう。可愛くしてから画面を止めてリモコンを持ってくる。どうしたら可愛いかな。どうしたらいいの。何が一番いいの。これにしよう。
めます。ありがとう、ありがとうございます。梅さんハートありがとう、ありがとう。うさぎつけとこうかな。はい、あったかそうだけど寒そうな服だね。そうなんだよね、なんか夏だと暑いけど冬は寒いみたいな服です。今日は今の時期しか着れない期間限定って感じの服。今日のために買ったけど次いつ着るかな。歩いたら暑そうだよね。今日は室内だったから空調あったけどどうかな、いつ着れるかなって感じ。うさ耳です。どうも。みつさんタコありがとう、だるまもありがとう、はっちゃん似合うありがとう、スカイホエールさんハートありがとう。そう、珍しいでしょもこもこ、この時期。田舎のおじさんハート、ゴレヒロさんお断りです、お断りです。マウナさんだるまありがとう、話しかありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これは普通にあの洋服屋さんで売ってる服、セットとかコスプレ用とかじゃなく普通にあの社会で着ても大丈夫なタイプのやつ。あのなんだろうな、面接とかそういうオフィスに着ていくのはちょっと無理だけど、まあ日常使いできる系の服、普通の服屋さんで買ったやつです。ですです。まあ抜け毛は気になるかも、うん、抜け毛あります。ほら抜け毛あるけど、あ、アイス1位来る、なんだろうか。あ、ポヒロちゃんハートありがとう、ハイポジさん、ブンさん、パパパンダさんハートありがとう、ありがとうございます。なんだ、冷凍庫から出した瞬間でもスプーンがスーゴイゴイスーだって。平成の第1位だって。何それ、あ、何、おいしそうんだけど。もうだってもう、私もう大好き。もうの好きなところは濃厚なところと自分でクッキーとかをトッピングできるところだよ。ミッチーハートありがとう、 Z さんありがとう、こちらこそありがとう、ヤッシーハート、マルヒノさんハート、浜松の IH さん花束ありがとう、ありがとうございます。カードリさんだるまありがとうございます。メロンのそこさんハート、ケンさん、レインボースターありがとう、ありがとう。いっくんハートありがとう、そらすうかさん、パパパンダさん、てるひこさん、田舎のおじさんハートありがとう、ありがとうございます。内肌さんタコ、陣内さんタコ、マモさん、しんいちさんハート、いでさんハートありがとう。今日いっぱいハートもらえる、好きってこと、好きってことかも。すごいね、昭和、平成、令和、好きなアイスベスト20だって。ほうほう、こんばんは。私は今日はパリパリバーを食べました。さっきアイス買ってこなかったから家にあるパリパリバーを食べまして、美味しかったです。美味しかったよ、パリパリバー。あー無料、そうか、シルバーが今日で終わりだから、みんなそうか、手元にあるシルバーをくれてるのか、ありがとう。シルバー達成したんですね、この昨日達成し、あ、おとといシルバー達成して、まだシルバーを。一輝さんハロさんハート、こじやすさんかわいいありがとう、ダンソクさん、さゆっちょさんハートありがとう。
手元にない方はコメントで好きな食べ物でも書いてください。中爺さん、ぼんやりさん、応援さん、ハートありがとう。ね、今日涼しいね。涼しくなったね、急に。林藤洋さん、タコ、はっちゃんだるま、パパパンダさん、ハートありがとう。あ、好きな食べ物来た。好きな食べ物いっぱい来た。あきもんさん、ハートありがとう。土方歳三さん、ハートありがとう。うさぎの妖精ですか。まあそうかもしれませんし、そうじゃないかもしれません。ん、そうじゃない、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないか。なんか日本語やばかったね。レイクさん、ハートありがとう。おお、みんな美味しいもの食べとる。ケイチさん、ハートありがとう。サノッチさん、ハートありがとう。バスの好きなものはアイスクリーム。わあ、テレビでアイスがずっと映るから幸せ番組。今日のお昼は武蔵でした。夜は黒弁でした。久々黒弁でした。リースさん、レネさん、ダルマありがとう。月からこんにちは。月からお送りされてます。そちらどうですか。クレーターの方は、クレーターどんな感じ。武蔵のキャベツは結構序盤、最初にみかん食べて、枝豆を食べて、唐揚げと一緒に食べるかな。唐揚げとウインナーを置かずにキャベツを食べるかな。黒弁は卵焼き美味しい。あと唐揚げがカレー味みたいな味ついた。支払い完了したよ。おー、よかった。みんな10月5日の花だれ公演のチケットを当選した方、お支払いお忘れなくです。お支払い大事。お支払いです。支払い、支払い。今日のお話し会で支払い忘れなかったら行きますって言う人いたんだけど、よかった、忘れない、忘れてないね。みんな偉いよ、さすがだよ。しーちさん、小判、パパンダさん、ハートありがとう。メビウスさん、ハートありがとう。ありがとう。そうだね、パセのファンクラブイベントもよろしく。お、自動引き落とし。おお、なんかたまにさ、当落出る前に引き落とされたから当たったみたいな人いるよね。すごい便利。当落が来る前に分かっちゃう。いっくん、ハート。たかしんさん、よしよしよしよさん、ハートありがとう。りゅうやさん、ハートありがとう。よしよしよしよさん、ラブレターありがとう。え、アイスタワーがあったの。え、あら、すごい。ねえねえ、すごい。昭和のベスト3を発表するらしい今から。とっちゃん、だるまありがとう。昭和のベスト3予想しようや。アイス、お、平日だけど行けるようになりました。イエーイ。そう、今日もお話し会とかでさ、平日とか土日でさ、広島でもしてくださいってたくさんの声があったから、ちゃんとみんなの声をまた改めて伝えます。スタッフの方に伝えます。サドサドさん、ハートありがとう。ハリーさん、ハートありがとう。キョンシュさん、ダルマ、ハルさん、ハートありがとう。ありがとうございます。昭和のアイスなんだろうね。ホームランバー、確かにホームランバー美味しい、人気。うーん、あずきバー、あー、あれはメロンの、メロンのシャーベットみたいなやつないかな、ないかな。
どうかな、何かな。昭和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 パンナップ、あパンナップ、あ確かにおばあちゃんじゃったらパンナップとかあったな。パンナップ、ぶどうとかのやつね。良平さんお断りです。さわっちょさんハートありがとう、ありがとうございます。東京公演はね、詳細がまだ何も出てないんですよね。ね、どういう公演をやるかとかもまだ何も詳細が発表されてないっていう謎に包まれております。続報を待ちましょう。てつさん、 HY きょさん、ハートありがとう、アイスクリーム、アイスクリーム、スーパーあるよね。おお、何かな。ふみやきさん、しんいちさん、タコありがとう、ありがとう。パンダさんお疲れありがとう。ビエネッタ、いやビエネッタ入ってほしいけどね、強いアイスいっぱいあるからな。大人向け高級アイスの火付け役だって、アメリカからやってきたって。ハーゲン、ハーゲンかな。ノクさん、ダルマとハートありがとう。なんだろうけ、あ、バニラ、ハーゲンのバニラかな、ハーゲンだっちゃんかな。1万人が選んだ昭和の第3位、ドゥンドゥドゥン、バニラでした。ハーゲンダッツのミニカップバニラだって。いっくん、のくさん、ハートありがとう。くまさん、ハート。ゼータン、天女ありがとう、ありがとうございます。ハーゲンダッツは私あのサンドのやつが好きです。こういうやつが好き。キャラメルサンドみたいなのが好きよ。すごっ、ハーゲンダッツの店舗すごっ。いいなアイス屋さん、いいな。今はないのかな、無音で見てるから何もわからない。ジェリーさん、ハートありがとう。カズトムさん、ハートありがとう。ハート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 、確かに字幕割りしていいのか。うん、オン。ご褒美アイスクリームの代表的存在になったらしい。確かにご褒美だわ。カズヤさん、ハート。ピロスケさん、だるまありがとう。でも不思議なんだけど、スーパーでハーゲンダッツ買うってなったら結構あの悩むじゃん。でも外食とかしてアイス頼む時とかソフトクリーム食べる時って結構さ、ハードル低くない？どうですか？食べるってなったら普通に500円とか600円とかするじゃん。でもお店でハーゲンダッツ買うってなったらなんか300円とかでめっちゃ贅沢してる気持ちになるね。不思議です。ひるちゃん、ハートありがとう。不思議だよ。あ、ジャイアントコーン、あ、私の大好きな2位だって。チョコナッツってこと、赤ってことじゃん。
私の大好きなチョコモナカジャンボじゃなくてジャイアントコーン、ジャイアントコーン出ました。赤の方、私は黄色、赤と出会って黄色好きになった。最終的赤も好き。赤今の言い方、アパの言い方だった。アパホテルの CM の言い方だったんだけど、私の赤アパの言い方でさ、無意識にさ赤って言っちゃった。めっちゃアパホテルだったんだけど じわじわ。すごい断面綺麗。チョコモナカジャンボじゃなかった、ジャイアントコーンねえ、もう私多分脳が疲れてるよ、さっきからさ間違えちゃう。私のおばあちゃんがいつも私の名前と妹の名前間違うんだけど、今なら気持ちがわかるよ。ばあちゃん、ばあちゃん気持ちがよくわかる。私も今好きなものの名前を間違ってるから、おばあちゃんもきっとその気持ちなんだよね。うん、ハーゲンダッツバニラ、ジャイアントコーン赤ときて第1位はなんだ。あ、雪見大福ね、確かに雪見大福ある、ありえる、ありえるね。ビエネッタ、ビエネッタ私大好きだけど、ビエネッタどう？昭和世代の皆さん、ビエネッタ1位どうかな。強いからな、アイスはどこのメーカーも強いね。なんかさ、ホームランバーの最後のさ木の棒のちょっとなんかわかる、ザラザラ感みたいな、わかる、あれ好きなんですよ。名残惜しい気持ちで終わる感じ、美味しいよね。わかる？お腹鳴りました。お腹鳴っちゃった。まだ CM 中。ホームランバー。あずきバー、確かに。あずきバー。ハーブツの IH さん、タコありがとう。アメリカンドッグのカリカリ部分、もうあれが一番美味しいからね。アメリカンドッグのあの棒に貼り付いてるやつ美味しい、超美味しいから。あれを集めて食べ物を作った方がいい。でもあれはあのぐらいの量だからいいのかな、特別感、特別感かな。ジャクソンさん、ハートありがとう。あずきバーどうかな。おじぱんさん、ハートありがとう、ありがとう。まだ CM だ、 CM ならない、 CM まだあってるよ。何やろね、なんだろう系、まだ CM だったえ、永遠 CM。 カブちゃん、ハートありがとう。 CM、 CM 引っ張りますね。なんだろうね、気になるから。こっちは今法律相談事務所みたいなのやってる。やっぱお腹がグーグーなるよ。斉藤渚さんのドラマの宣伝中。安尾くん、だるまありがとう。来たー、始まるぞ。しんさん、だるまありがとう。桃源郷さん、お断りです。
ありがとう。おお、9位がピノだって。果たして1位はなんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。お、雪見大福かな。雪見大福だよ。粉がつきやすくて唇真っ白、こたつで食べちゃうって言ってるから、雪見大福や。雪見大福や、大好き私雪見大福。私雪見大福この前あのアットジャムの時にね、アイスの差し入れをもらえる場所があってもらったんですよ。でスタローが雪見大福の皮が好きって、私が中身が好きって言って、あの皮はそうちゃんが食べて中は私が食べた。やばくない？ちゃんとその需要と供給っていうのはなんかさ、ちゃんと合ってる。お互いがお互いのやっぱ食の好みが合うのも大事だけど、そういう合わないからこそのっていうのもある。うん、相性いい。美味しかった中身。まこばやさん、だるまありがとう。れんねさん、ハート。みやさるさん、ハート。ちんだいさん、アイスありがとう。ありがとう。でも圧倒的に中身の方がメインじゃんか、アイス屋さんが出してるから。アイスメーカーが出してるからさ、どう考えてもアイスメインなのに、皮が好きらしくてくれた中身。あ、そう、ジェントコーンは一口ちょうだいって言ってあげたら、上全部、そう、上全部さよならもう食べられちゃった前ね。でも許せちゃう。私はピノもあげれるよ。雪見大福だってあげれるよ。みんな言ってね。でも一人までにしてほしいかも。雪見大福2個しかないから、二人にちょうだいとやったらさすがに嫌だけど、一人だったら全然、一個一個なら全然 OK、 ありです。でもさすがにどっちも取られるのは悲しいからダメです。ジャックさん、ハートありがとう。パピコは上だけあげるね。あのパピコのこれ、このこっちあげるわ。この指輪の方、指輪あげるね。フジポン、ハートありがとう。上だけあげちゃうからね。和弘さん、ハートありがとう。いや上も上で美味しいけん、うん、足りんかもだけど。アイス、アイス。たくしんさん、ハートありがとう。おっさん、だるまありがとう。正式名称、お母さんの分って言われて、正式なんこれが。え、公式が出してる、公式が出してるやつなんですか。はぁ、絶対嘘。本当？おもちもちもち雪見大福。ハバパンダさん、だるま、ジロくん、ハート。福ちゃん、レインボースター、うっかりあんこさん、断りです。ハバパンダさん、断りです。断りです。ジロくん、お断りです。断る、だが断る。りょうへいさん、かわいい、ありがとう。色味が似ている、結婚してに色味が似ている、かわいいを投げてきた。第9位ビスケットサンド。ビスケットサンド一時期ハマったの私も。わあ、クッキー&クリームも美味しいよね。ハーゲンダッツ。あ、チョコモナカジャンボ10位だった。おお
おお、いいじゃんいいじゃん。6位パルムだって、2005年発売。おお長いね、パルムも結構。パルム2005年、もう来年20周年ってこと。20周年やば、もっと最近かと思った、成人じゃん。マッキーハート、 Z さんアイスありがとう。パちゃんはいよ、なんだいなんだいなんだい、何かな。パルム20周年激アツですね。ユーザーネームさんハートありがとう、今日はありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうね、来てくれて。3連休の最終日、シルバーウィーク最終日、うわシルバーウィーク終わっちゃうらしい。みんな何した、推し活。こうきさん、ギリタンシオさん、ハートありがとう、ありがとうございます。 BVE さん、ハートありがとうございます。おきちゃん見てきた、おきさんのあの一人舞台、羨ましい、私も会いたい、私もおきさんに会いたい。この前福フェスにさ、おきさん来てて、私も会いたいですって送ったの、送ったんですね、おきさんに。で明日はその福フェスの次の日が花だれ公演があったから、明日東京行きます、花だれですって言ったら、その日は空いてなかったらしくて会えませんでした。なので次の福フェスの時、どうなんだろう、なんかあるかな、あれ終わったんだけど、アイスの番組終わったんだけど、急に終わった、あれ、うん、終わりました、私が喋ってた後に終わった、びっくりです。ガモーさん、だるまありがとう。ケンケンハート、深川さんハートありがとうございます。あ違う、マサトさんだ、ハート。ノリさんハートありがとう。フィリップさんハート、シーツさんアイス、ガンドリさんだるまありがとう、中地さんハートありがとう。お、バニラモナカジャンボのアーモンドを感じていたところです。おーいいね、遊んで仕事して推し活した。おー推し活締め、いいね、遊んでるいいね、楽しかった、楽しかったかい。サワッチョさんハートありがとう。バスケしてきた、左膝痛めた、なんか定期的に痛めて帰ってくるねバスケで大丈夫か、いっぱい鉄分じゃないカルシウムを取るんだよ、いいか、グルコサミンだぞ、大丈夫か、安静にしてね、冷やすのと温めるの間違えないように。さとこさんハート、のりさんだるまありがとう。ヒッピーさんと島田ひとみさん見に行った、おあれだ、ピースストックのあれだ、メンバーさんが出演するやつ、おしーちさん回復薬ありがとう。お発熱で自宅療養期間だと寝てました、そんな中お話かありがとう、わオンラインの良さが出てるわ、体調病み上がりでも参加できちゃう、ありがとう、
ゆっくりしてね。天然うなぎさん、ビーディーマンさん、りょうへいさん、ハートありがとう。阿部寛さん、きょんしゅさん、ハート。さとこさん、かわいい、ありがとう。劇場公演見て、帰りの新幹線、あ、劇場公演帰り。お疲れ様、おたかつ。いいね、劇場公演。何公演やってるの今。 SKE さん、ひとりセゾンさん、ハート。かんさん、だるま、ありがとう。パチャの喉は今んとこ大丈夫そう。オカムさん、ハート、ありがとう。私はね、何したかっていうと、今日はお話し会だったから、お話し会終わって帰ってきたとこだよ。お話し会して帰宅して今配信中。阿部寛さん、だるま、ありがとう。オンラインはまだちょっと恥ずかしくて抵抗があります。かわいい。抵抗があるんや。でも確かにな、初めてとかさ、まだ抵抗がある段階だったら結構勇気いるね。オンラインとか、まあリアルもだけど勇気いりますよね。しかも最初難しいもん。慣れて感覚つかんだらピョン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 ってできたりするかもだけど、最初はもう私も調べながらやったから難しいですよね、オンラインも。で、そんな中チケット確保して、お話し券確保して来てくださる皆様ありがとうございます。まあ一家さん、山さん、ウェッジさん、ハートありがとう。健坊さん、越後の神渡助さん、阿部寛さん、ありがとう。としやさん、バラ、デコ好きさん、ありがとう。デコが好きなのか。でも今日はデコ出てないな。デコデコデコ、繋がった瞬間大声、いつも楽しいよ。もう今日さ、めっちゃさ声でかって言われた。でもね、あのさ、たまにさ、イヤホンしてない方とオンラインで話すときに向こうから跳ね返りの声が聞こえてくるじゃないですか。その時に近くにいるメンバーの声が跳ね返ってくるの。近くにいるメンバーの他の方と話してる声が多分パセのイヤホンから向こうにこう出て、やばい、私も負けずに声出さなきゃと思ってでっかい声出す。やばい、負けてられねーってなります。さとこさん、花束、フィーさん、ハート、ありがとう。そう、届いちゃうの。そうなんです。今日はね、向かいに千穂さんがいたかな。ここは愛子だった。途中からまひなさんになった。あ、ちゃんと聞こえる。あ、本当？え、そう、今日ねタイムラグとか結構あった。電波問題、外から参加してる方ちょっと電波不安定だったか。月に1回だからオンライン、話したいことがありすぎて困っちゃう。今日はオンラインで始めまして。え、そうだったっけ、リアルで会ってたか。ありがとう、ありがとうございました。初めまして感なかったな。ショールームとリアルで合ってるから、ありがとう。オンラインもグッズ紹介もありがとう。しゅんさん、だるま、ありがとう。みやんさん、ハート、ありがとう。うさぎ年だからお仲間。でも私牛年、牛のコスプレとかあるんかな。牛どうしよう。牛し牛し牛し
キングさんバラありがとう。うさみみ、うさみみ、ユミリンさんしてた？牛？牛売ってるんか。ミル姉さん、いやー白馬ミルさんのやつだ。あれ面白い。おもろいです。パに聞きたいことあったけどなんか忘れちゃった。なんでやねん。何気になる。生年月日かな。生年月日だったらもうすぐ答えられるんだけども。かずきさんバラ、しんいちさんバラありがとう。なんだパに聞きたいことがあっただと。なんだ、生年月日は平成9年11月16日生まれだよ。11月16。デザインズハートさんアイスありがとう。話の途中で切れてしまって話したいこと言えなかった。悔しい。もう頑張ってさ、お互い動物の森ぐらいのスピードで話そうね。頑張ろう月から。頑張ろうね、鍛えとこ。田辺さん愛してるありがとう。たかしんさん、キングさんバラありがとう。そう、メールの時間間違ったんですよ。今日の朝のおはようメールが2時間目は12時からなのに、私は11時からって書いちゃって、お話し会でパセリが11時って書くから焦りましたって言われて気づいた。そうなのよ、すいません。大丈夫でしたでしょうか。12時からでした。2時間目は危ない。危なくはない、もうアウトなのに、セーフみたいな言い方しちゃった。危ないとか、アウトです。間違ってる。わかる、同時に話しちゃうよね。話したいことかぶって譲り合って、でまた話して譲って、譲り合い大事。パチャ、パちゃん、うん、タイミング難しい。なんかリアルで喋るときはさ、結構タイミングこう読み合うじゃん。あ、この人今息吸ったみたいな、なんか、あ、今この人目の前の酸素吸ったから喋り出すなみたいな、なんかそんな感じのさ空気あるけど、やっぱオンラインだとちょっとラグとかあるとそこ難しいので、見極めていく、頑張る。そうね、回避できたらプロだよね。頑張ろう。呼吸、うん、みんなの呼吸を観察してる。餃子5個を2人でシェアした時の残り1個ぐらいの譲り合い。どう、みんな餃子とかがそんな偶数とかで言った時に奇数あるとかのさ時、どういうタイプ、じゃんけん、それとも半分こと。かでも日本人ってなんかそういうの残しちゃうみたいな言うじゃん。そういうの譲っちゃうみたいな、なんだっけ、なんかあるじゃんそういうの。しれっと食べるよ。しれっと食べるのやばい。絶対バレてる。あ、遠慮の塊、それだ。遠慮の塊っていうよね。でも私も結構そういうタイプかも。いいよいいよとか言っちゃうか。皮と中身。焼き目大福みたい。関東は一つ残し、関西は早い者勝ち。おお、いいね、早い者勝ち。あ、でもまあそれがオッケーって人の集まりならね、
いいね。確かに味噌ラタトゥイユいい。ほんとじゃん、追加したらいい。うん、相手によるね、関係性による。半分してもいいとか、あとなんかそのものにもよるね、食べ物、ね、あげるけど誰も取らんかったら取る。あ、わかる、一緒一緒だ。みんなお腹いっぱいみたいになってたら食べるかも。土曜にその状況になってからしれっと食べた、やばやば、バレてないのかな。今このルームでバレてるんじゃない。あの時の俺が狙っていたあれ食べられとったのか。難しいよね、分け合いっこって。むずいよ。なんか焼き鳥屋さんとかでさ、定食屋とか行ったら自分が注文したものを払えばいいけどさ、焼き鳥屋さんとかって飲み会とかのさ、なんかそのやつってどういうあれなの。お仕事の飲み会じゃなくてさ、なんかそういうプライベートとかおたかつとかの飲み会とかの時のそのお金のあれとかどうしてるんだろうってめっちゃ気になるんだけど。だって食べる本数とか違うじゃん、食べた量とか分け合ってもさ違わない？どうしてるの？のくさん、わら、ありがとう。ざっくり割る、量は気にせず割り勘、割り勘か。で食べた方がお得だね。お酒飲まないから割り勘損する。いるよね。私もそのタイプだわ絶対。わかるわ。みきやくん、バラありがとう。割り勘なんか、やっぱそっか。お腹が鳴ってる。焼き鳥って単語見てお腹が鳴りました。ああなるほどね、今回は私が払うよみたいなね。ほうほうほう、パセリは無料でいいよ。やばい優しい、わかった、わかりました。じゃあごちそうさまーちゃんというね。としさん、かわいい、ありがとう。おみかんさん、タコありがとう。やすさん、ハート。しんいちさん、おっぱありがとう。今日夜ご飯は6時ぐらいに食べました。6時にお弁当を食べたけん、今日はお腹空いたのでね、ヨーグルトかな。いつものバナナこうやって切ってグリークヨーグルトをのせて、で、あのなんだっけ、蜂蜜じゃなくてなんだっけ、あのオリゴ糖をかけます。オリゴ糖をかけるやつかな。今日はいつも朝食べてるんですけど、今日朝食べなかったから、それ今日おにぎりだったので、今日のおやつ、おやつタイムかな。大岡さん、ハートありがとう。かずきさん、ハートありがとう。オリゴ糖ナナ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 のオリゴ糖です。くわどりさん、小判ありがとう。いきなり出てきてごめん、まこっちにすいまめん。ぱちゃんが毎回 お色直しに気づいてくれて、ねえねえ、おの位置間違ってお毎回やって毎回お色直し気づいてくれて嬉しかったです。いやこちらこそありがとう、着替えてもらっちゃって、もう着替えてもらっちゃって、なんかメンバーごととかに着替えてもらっちゃってありがとうございます。本当洗濯物増やしちゃってありがとう。なんか食べよっかな。食べなよ、なんかなんかありますか、お家。なんかスーッとあるよね、
なんか食べたいみたいな歌あるよね。何もかも間違いじゃない、この歌のやつじゃん。あれだ、今抜き四郎さんかな。小学校の時の先生が好きだった曲や、クラスでみんなで歌った曲や。じゃがりこがある、チョコチップクッキーがある、納豆とキムチ、わあいいね、なし、おわなしいいね。みきやくん、花束ありがとう。いいね、夜食タイム、ラスク食べてる、わラスクいいね、ラスク大好きよ私。ラスクカップ麺いいね。ペコちゃんのサブレ、パルム、わあパルム2人目、わあうわ、昼カップラーメンカレー味食べたのに夜カレーライス食べた。カレー三昧、ガトーショコラ、一平ちゃん、おおたこ焼き、ランチパック、やばい、みんな食の方向よく我慢できるね、食料がいっぱいあって、すごいね。ダイエット中だから食べられない。じゃあ水をいっぱい飲んで、グビグビと。干し芋とかどうよ、ダイエット中なら。塩バターラスク、塩バターラスクとかあるの最高。塩バターラスク美味しそう。芋けんぴうまかっちゃん、スイカ大好き、スイカ、オスのイカのスイカ、早くスイカのあのボックス買いたい。タレ耳じゃないタイプのウサギ、そうです、私はあのこの何ですか、重力に逆らうタイプの耳です。どうも重力逆らい耳です。お、いいねこれ、こんなこともできたんだ。なんかダイエーのさ、ダイエーわかる、スーパーのダイエーのマークこんなんじゃない、違う、こんな感じだよね、違うかな。ダイエー、うん、こんなんだわ、ほら。ダイエーうさちゃんみたい。あれ変わったの、マーク変わった、なんか丸みたいなやつに変わった、どっちが新しいの、こっちが今のが新しい、あ、こっちが新しい本なんだ。ダイエーは HKT さんが初期の頃に CM してて知りました。ダイエーダイエーダイエー、新しい方か、あ、昔のが丸い方か。おお、みんなダイエー詳しい。私はダイレックスかコスモスやな、ダイレックスコスモス。ダイエーホークスだったの、そうだったの、そうなんだ、知らなかったよ。みんな詳しいわ。大英は神戸発祥、そうなんだ、知らなかった、ソフトバンクホークスしか分からん。大英 HKT、 まあ懐かしい、
懐かしいよ、これですよ、これ、この HKT さんのこの、この衣装、この衣装のこの CM。 スイートウォーター、イエーってやつ。すごい。懐かしい。何年前なんだろう。2012年だって。わお、12年前だって。私は、ああ、私がちょうど中学校高校ぐらいの時だ。わお。わおわお。ミックさんバラありがとう。すごい。12年前。わおわおわお。15歳のパセリやって、みんなダイヤにいっぱい思い出がある。羨ましい。私もなんか思い出語りたい。ない、今んとこない。ホークスが買ったダイヤティアする人、そうなんだ、すごいいいね。安売り。今日は HKT2 期生のお披露目12周年。規制を発する、おめでとうございます。12周年、すごい。我が推しメン駒田ひゆかさんお披露目12周年。わあ、もう本当にアイドルになってくださってありがとうございますの気持ちです。めちゃめちゃキャワキャワ。私は壁車を見て一目惚れしまして、二代目壁車かな、二代目の壁車見てもう一目惚れ。それまでは推しメンずっと探し中だったの。松岡夏実さんとか本村葵さんとか気になる子がいっぱいいて、もういっぱいいっぱいいて、あーどうしようどうしよう、 HKT さんかわいいって MV めっちゃ見てたりして。でもその時にはもう入ってたか。いやでも初恋バタフライとか見てる時はまだどうしようどうしようって感じだったか。わしめみんな可愛い可愛いって思ってたの。で生誕 T だ、生誕 T がめっちゃ可愛いと思って、生誕 T と壁車で決まりました。珍しいかも、珍しい。気になっててずっと。でそう、翌年の生誕 T がもう良くて、もうこれはもう推しだわってなって、いっぱい気になるメンバーさんがいたんですよ。そう、最初富吉飛鳥さんの缶バッジとか買ってた。松岡夏実さんのタオルとか、名前のタオルとか、富吉さんの缶バッジとか、あのツアーとかでも買ってて、でそれで最終的に駒田さんかわいいって、そう最初そう DD から始まった。そうなの、そうなんです。まあいろいろ見て、みんな可愛かったんだ。もうみんなね、その頃はみんなお姉さんで素敵と思ってて、でもほぼ同世代なわけですよ。みんな大人っぽいってなんかキラキラしてるって思って見てたけど、現実は同世代、もう同年で自分より下とか、不思議です、不思議だわ。そう、いつから好きになるかってやっぱ分からんもんだよね。ね、あこの前帰省した時も、あのね、私長崎帰省する時、お母さんが迎え来てくれる時は下道で帰るんですよ、車で。したらいつも佐賀の鳥栖過ぎたところら辺でお母さんが「ピーちゃん!」って言うの、絶対に。「ピーちゃん!」って今回も言ってて。
駒田さんのね、ポスター看板があるのね。お母さんピーちゃんって言って、私も急いで助手席の窓開けてクシャ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 って撮って、今回も撮ったんよ。どこだ、これこれ、ほら撮ってます撮ってます。え、毎回帰るたびにやってる。だから先月もやった、このくだり今月もやったし、ほらめっちゃ撮ってる、3枚ぐらい撮ってる。ほらこれ、この看板を見たお母さん全部教えてくれる、ピーちゃんで。なんか、ね、その前に鳥栖のアウトレットに行ったんですね。そしたらね、ライオンのぬいぐるみがあったの。ぬいぐるみかなんか服か子供服かなんかがね飾ってあって、そしたらこれピーちゃんってお母さんがピーちゃんこれって言って、駒田さんが青春ガールズ公園の雨の動物園でライオンをねしてて、で私が握手会に行った時に、私が手縫いでフェルトでライオンのなんかライオンのマスコットみたいな、ピーって口がピーになってる顔文字があったんですけど、それをこうやって縫い付けてライオンにしたマスコットを持ってったの、初めての握手会の時で。それをずっとお母さん覚えてるから、ライオン見るたびにピーちゃんピーちゃんっていうんです。自分で作った。そう、いまだに私の推し名をちゃんと覚えてくれてる。ピーちゃんピーちゃんピーちゃん、かわいいね。そんないろんな思い出のある駒田さん、お披露目12周年、わあ。私は今年5周年、まだまだだ、まだまだでございます。あと7年、あと7年の、うわあすごい、12周年、陣内さん拍手ありがとう。そう、私たち STU の2期生は今年5周年、今5年目でもうすぐ5周年ですね。お披露目は12月だけど、最終審査が来月末だから、まあ記念日が複数あります。12周年、あと7年、確かに34歳、わお、びっくりです。34歳、34、いやどうだよね、周年でも新公演も始まるしさ、昨日発表されたやつもあるしさ、ユニットも始まるしさ、どうなんだろうね。ジーナさん、ジーナさん言ってる、さっきもコメントあった。おー、こうじなゆいさん、その顔文字だよ、そのね、ここの丸のこの点の P のこの、そしてこののしののしこの手振ってるのしのね、カタカナ半角のしね。もうその絵文字めっちゃ使ってたわ、のしわかる、のし、このもしのしみたいな、なんかこのこの手のこの感じを表してるやつみたいな、のし、こんばんは、のしのし、のしし、のしし、やばい、あれじゃん、解決ぞろりじゃん、いししとのししじゃん、ググタス、Google タス、 Google プラス。2期生は EP でした。わー、
いいね、みんな好きよ私は。ミキセみんな可愛い、イモムチが大好きよ。イモムチ、なんかライブにイモムチュって書いてるうちは持ってて、7周年ツアー、間違った、7件ツアーの時にイモムチュってうちは持ってたら MC でなんか触れてもらえたって確か。それでわーってなってた、懐かしい、うんって喜んで帰ったそれで満足して帰った。こんばんは、ね、嬉しくなっちゃう。お、本当だ、1万ですね、この星のやつ。うさぎだからかな、みんなうさぎ見に来てくれたのかな。なんかモケモケがついてると。あげます、はい、あげる。カッチーさん、ハートありがとう。ミキヤくん、かわいい、ありがとう。うさぎ好評なのかな、うん、うさぎ人気。でも髪結ぶか迷ったの今日、三つ編みとかしてもいいのかなって迷ったけど、ちょっとヘアゴム忘れたのでおろし髪にしました。おろし髪、でも三つ編みも良かったね。でもおろしもいいね。でも巻き髪も良さそうだね、くるくるってして。うん、またやろう、何か違うのも。今日はね、インスタストーリーも写真あげたから見てね、見てくださいね。似てますか、うさぎ。ちょっと前歯出してみたけどどうかな。今日は全身はこんな感じ、全身こんな感じです。このトップスとスカートは別のやつで、このスカート初めて今日披露、お披露目。この服も初お披露目。めっちゃ可愛い、めっちゃ革服です。このなんかフリルの感じとか、このウエストの感じとかで、この上はこのここのモケモケが気に入っておる。スケオさん、ソラスオカさん、大五郎さん、ハートありがとうございます。気に入っておる。カズヤさん、似合う、ありがとう。そう、今日リンネね、なんか楽屋で土下座してて、何撮ってるんやろうと思ったら X 見たらコスプレを忘れましたって土下座してた土下座写真が上がってました。今日は岡山でね、フェスがあったんですよ、朝からイベントがあって、でそれに出てて忘れちゃったらしいね。おもろい、土下座。そう、イベントメイドやったんや今日。え、今日全然コスプレいなかったの。多分来月はハロウィンの感じでみんなコスプレすると思うんですけど、全然今日みんな私服、秋服ですみたいな、秋服おしゃれみたいな、んみたいな感じで着てて、で私と佐太郎とあずみはちょっとうさ耳がついてたんですけど、二人は垂れてるウサちゃんで、私こんな重力に逆らったウサギだったから、なんかちょっとそわそわしました。楽屋で、楽屋そわそわ、みんな秋服、全然みんな人参とか持ってない。私はこうやって人参持ってたんだけど、誰も人参持ってない。来月はハロウィンしたいと思ってるけど、何するか迷い中。ハロウィン
いや地味ハロウィンもしたいわな。地味ハロウィンしたら絶対おもろいもん。でもコスプレもね、コスプレもこういう時じゃないとできんから。これもこんなんプライベートで歩けんからね。え、楽屋では撮ってますよ、うん、話してる途中にずっとこうやって落ちてきてさ、あ、モケモケがついて落ちてきて、こうやって付け直した瞬間にファンの方来て、あ、ごめんみたいな、なんか見ちゃいけないもの見たみたいな、なんかテーマパークでキャラクターが休憩してる姿を見たみたいな反応されて、あ、ごめんみたいな、大丈夫だよつけなくてみたいな言ったけど、違うんですよ、こうやって撮れたからこうやって付け直したらなんかちょっと勘違いされちゃった。アイドルモード入れさせてごめんねみたいな感じの反応されて、違うんですよ、違いますよ、中の人とかいないから、違うんだよ、落ちてくるんだよこれ、重たくて。それは俺もごめんって言うと思う。嘘、ジャージャービンクス、もうジャージャービンクス顔真似もうできるから完璧、名前覚えた、スターウォーズのジャージャービンクスの、ジャー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 炊飯ジャー、こんばんは、やばいめっちゃ喋ってる、45で終わろう、45にします。今日は10分、ジャージャーは臆病だけどいいやつ。そうなの？臆病なの？なんか親近感湧いてきた、いいやつなんだ。じゃあジャージャーみたいになれるように頑張ろう。私もパセリは臆病だけどいいやつって言われるように、臆病だけどいいやつ紹介よ、覚えとくね、ジャージャーのこと、ジャージャービックス。ジャージャースターウォーズ、え、金曜ロードショー次なんて言ったっけ、やばい落ちてきそうだよ、ほら大変。あ、バズライトイヤーか、今週、今週はバズライトイヤーでした、金曜ロードショー。次は、あ、来月は名探偵ピカチュウ、え、おもろそう、見たことない、名探偵ピカチュウ、塔の上のラプンツェル、アリス・イン・ワンダーランドです。おお、ラプンツェルだって、ラプンツェル、名探偵ピカチュウ楽しみ、初めて見るよ。あ、でもこの日マイカー公園で岡山おるわ、よろしくお願いします岡山からの次の日東京だから多分ホテルかな、ホテルかも、録画しとこう、名探偵ピカチュウ。金曜ロードショーとジブリ展長崎でも開催、え、そうなの、長崎最先端じゃない、今やってるさ、広島でやってるやつも長崎過去にやってたらしいから、広島より先に長崎やん、すごい、ほんと来年だ、え、待って、え、待ってください、金曜ロードショーと、あ、金曜ロードショーか、違うじゃん、え、違うわ、ジブリパークか、
ジブリパークとジブリ展か。ジブリパークとジブリ展だ。なんか3個あるから分かんなくなっちゃうね。ジブリパークとジブリ展は次は青森。青森だ。あ、待って、岡山来る。岡山来るよ、来年の2月から。行かなきゃ、また岡山に。やばい、また岡山に先越されちゃった。また行かなきゃ。岡山に行くぞ。来年の2月から5月までやってます。おお。終了会場は長野、愛知、熊本、兵庫、山口、高知、新潟と東京が今やってて、あ、今日までだ、東京で。青森が11月からで、その次岡山だって。は、行こう。これで制覇です、私。3種類のジブリ店今2個行ってて、今広島のやつと金曜ロードショーとジブリ店と鈴木敏夫とジブリ店に行ったから、あとジブリパークとジブリ店に行ったら3種コンプです。やった、絶対に行く。岡山、この猫バス見に行く。猫バスちゃん見に行きます。わー、そしたら何でしたっけ、三鷹の森美術館も行きたいし、ジブリパークも行きたい。まずはジブリ展から。イエーイ、楽しみだわ。違い、そうだよね。広島でやってた金曜ロードショーとジブリ展はジブリが生まれた年とか金曜ロードショーの年とかのそういう時系列とともに、ジブリ全然関係ないラブ&ベリーが流行ったとかたまごっち流行ったとか、そういう、こう年表がバーって展示してあって、で実物もあるの、漫画とか流行った CD とか、その当時のゲーム機とか、ラブ&ベリーだったらカードが置いてあったりして展示されてたりするんですよ。でオウムの部屋があって、でっかいオウム、もう部屋も全部真っ暗で、もう超巨大オウムがボーンって部屋の真ん中にいたりで、もうすごい、ほんと世界観が、その異質がもう全部そのね、オウムのための部屋みたいになってるとこがあったりして、撮影可能でした。そういうジブリ、金曜ロードショーとジブリ展はそんな感じで、で鈴木敏夫とジブリ展は鈴木敏夫さんとジブリの歴史って感じで、この前言った湯婆婆とゼニーバのくじ引きが引けたりとか、口にでっかいオブジェがあって、そこに口の中に手こうやって入れて紐がいっぱいついてるんですよ。薬湯みたいな、薬湯みたいなやつがあるから引っ張って番号を見て、その番号のおみくじを引き出しから引くみたいなタイプが鈴木敏夫とジブリ展で、私がまだ行ったことないやつは猫バスとか顔なしとかと写真が撮れる系のジブリ展っていう3種類。3種でも何か何が何だか分かんなくなる、私も。あれ、こんな感じ、こうやって写真撮れたりとか、おみくじ引いたりとか、そう、このね、このオブジェの口の中に手を入れるんです。でこうやって紐を引っ張る、したら出てくる、こうやって口から出てきた紐で、
ここに10番って書いてるから、このこのね、この開運って書いて引き出しのこの10番のやつを探して、こうやって引き出しを開けたらこの紙が入ってるって感じ。お時間です？ほんとやん、そろそろ壇上のタイム、壇上タイムだった。ゼータン、アイスありがとう。良平さん、レインボースター、持ち肌さん、瀬戸内のミニマロンさん、ミックさん、ノムさん、そらすうかさん、みきやくん、ハートありがとう。お時間です、ありがとう。エリオさん、ハートありがとう。こんばんは。ほい、それじゃあ壇上読んでさよならしましょうか。おやすみなさいしましょうか。では行きます。13位ブンさん、12位しんいちさん、11位こうさん、10位石川先輩、9位阿部寛さん、8位 Z さん、7位こうじさん、6位クワドリさん、5位ふくちゃん、4位パパパンダさん、3位ゆうたくん、2位にしやん、1位 G2 さん、ありがとうございました。皆様、本日も配信見ていただきありがとうございます。またうさぎじゃないパセリも見に来てください。うさぎ以外でも好きでいてください。道人形さん、マリリュウヤさん、ハートありがとう。またうさぎとも会ってください。秋竹城さん、ハートありがとう。ミッチお断りです。みきやくん、まり、ありがとう。それじゃあ締め切ります。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。またねー。